松田学です今回はですねデジタル庁ですねこれ菅政権の看板政策の一つなんですけれどもこれについて来年度予算がですね12月21日決まりまして、まあ、デジタル庁もあの予算っていうのは来,来年度の政府が何をするかっていうのを全てこれがないとできないんでその中でデジタル庁も当然この予算措置がなされないと来年9月1日発足ということなんですができないんでこれはあの基本的な えー、骨格枠組みというのがう決まったということでじゃあどんなデジタル庁になるのかそしてこれ結構日本のこれからの社会に与える影響大きい分野なんですね。えーまあ、このデジタル庁がどんなふうになるかを見ておいた方がですねあの皆さんのお役に立てるかと思いまして取り上げました。えー、まずあの予算上はですね えー、今年の9月1日にデジタル庁を設置するということで、えー、500名規模の体制にするということで,で情報システム予算を、えー、一括計上するとで各省庁が今までそれぞれ財務,は財務省、財務省、経産省、経産省ということでそれぞれの情報関係の設備というのはです、ねえー、各省庁が全部バラバラにやっていたわけですね。これを、えー かつ予算上、一括計上する役所になるんですね。デジタル庁っていうのはですね。で、これで3000億円規模の予算を措置したということになる,なるわけです。で、政府全体の情報システムをこのデジタル庁が一元的に管理するということですね。で、また、あのこの中のデジタル庁の仕事として、マイナンバーカードの取得を促進するとかですね。まあ、運転免許証とマイナンバーカードの一体化を推進すると言われているような措置が色々と決められたわけなんです。で、この予算で決まる。これと。 を合わせるようにですね。政府はデジタル社会の実現に向けた改革の基本方針というのをですね発表しています。で、これあの基本的な方針なんですが、ここで何を謳っているかといいますと、デジタルの活用で一人一人のニーズに合ったですねサービスを選ぶことができて多様な幸せが実現する社会、そして誰一人取り残さない人に優しいデジタル化だと。 ここういうういととを言ってまます人間本位のデジタル化をやりましょうと、えー、そしてデジタル社会形成の基本原則って10個挙げてるんですね、まあ、10個もあるんで、えー、覚えきれませんけれども1オープン透明2公平倫理3安全安心4継続安定強靭5社会課題の解決6迅速柔軟 7包摂多様性まあ包摂というのはデジタルデバイドをつって,ってデジタルがもう全然、えー、私はデジタル苦手っていう下げてる下げてたり入ってこれない人たちがそういう人たちもどんどん取り込んでいきましょうと。そして8浸透 旧新たな価値の創造十飛躍国際貢献まあこれだけ聞いても何だかよくわからないんでまあすべて並んでいるという感じかもしれませんけれどもまず I T 基本法という法律があってこれを見直すんですねでその基本的な考え方は何かと言いますと見直しの考え方言います何かと言いますとやっぱり新型コロナウイルスでデジタル化の遅れが顕在化したとこれ基本的に I 基本法の全面的な見直しを行うということでデジタル社会の形成に関する司令塔としてデジタル庁を設置するんだというこういう改正をしますと。 じゃあそれでどういうその法律で基本 IT 基本法でどういう社会を目指すかというと今挙げられていたように国民の幸福な生活の実現人に優しいデジタカルカットとか誰一人取り残さないアクセシビリティの確保格差の是正国民への丁寧な説明ということと国際競争力の強化というようなことですねそして雇用の創出とかそういうものを挙げられていると。 えでじゃあどういうことに取り組むのかというと、まあ、ネットワークの整備維持充実とかデータ流通環境を整備するとそれからの行政公共分野におけるサービスの質を向上するとかですね、えー、から人材を育成し教育学習の振興をするとか安心して参加できるデジタル社会を形成するとか。 ということです、ね、そから役割分担も定める,、うん、るということで、まあ、民間あくまで民間が主導的役割なんだとこれは中国と違うところなんですけども漢はそのための環境整備なんだと。 いうことですね、そして国と地方が連携して情報システムの共同化集約化をやるんだということですねそれから国際的な協調ということでデジタル流通に関する国際的なルール形成主体的に参画すると、えー、まあ政府がこのデジタル社会形成のための重点計画を策定して公表するんだというようなことが基本法の見直しの考え方ですそしてデジタル庁はこの基本法のを受けてできますと。 ということなんですねでそのデジタル庁そのものの基本的な考え方は一つは強力な総合調整機能、えーまあ、韓国権単価各役所に韓国権を有すると前のところのデジタル化になってないぞとかですねこうすべきだとそれから基本方針を策定すると政府全体のデジタル化についてですねそういった企画立案機能とかそれからの国の情報システムの統括管理をするとかそれから重要なシステムは自分で整備自らデジタル庁が整備しますよ とまあ、こういうことも言っています。えー、で、えー、基本的な方針を策定して、企画立案をやって、まあ、勧告をしたりするこの役所なんですけれども、まあ、一つ言ってるのは、地方共通のデジタル基盤を作りましょうということなんですね、これ、全国規模のクラウド移行に向けた標準化、共通化ということをやりましょうと、まあ、各自治体もバラバラなんですね、でこれを共通や国全体で統一していきましょうということですね、それからもう一つは、マイナンバーですね、えー。マイナンバー制度全般 一元化してやるとということです、ね、今、マイナンバー制度を実際やっているのはこれ総務省の関係機関なんですね、地方公共団体情報システム機構、JLIS というのがありまして、これを国と地方が共同で管理しましょうということをやっていくということで、すね、まあ、マイナンバーの取り扱いが各自治体によってだいぶこの差があるので,です、ね、こういうのもきちっと統一的にやったほうが効率的になるということですね。 それからのデータの利活用であるとかそれからサイバーセキュリティもちゃんとやりましょうと専門チーム設置しましょうとリスクっていうのは既にあるんでここと役割分担しながらやるんじゃないかと思いますが何といってもデジタル化で一番重要なのはサイバーセキュリティがきちっとそれに伴って確保されるかどうかなんですがここはちゃんと見てますよということがなります。それかかからデジタル人材のの確保とととということなんですが国家公務員の総合職職職にですね法律職とか経済職とか 技術面でもいろんな職がありますがその中にデジタル区分を作るということも検討するということになっていますね。 でデジタル庁じゃどんな組織になるのかっていうとこれは内閣直属で組織の長は内閣総理大臣でそのもとに大臣副大臣政大臣政務官といったいわゆる政務4役を置いて、えー、そして、えー、まあ,あのそういうの体制とまあこれ金融庁がそうなんですね金融庁はあの昔の大蔵省から分離してですね、えー、大蔵大臣のもとじゃなくて財務大臣のもとじゃなくて内閣総理大臣のもとに置くと最高ですから金融庁はいろんな行政的なものっていうのは全部内閣総理大臣名になって で,す、ね、で実際にやってるのはその元に置かれた金融担当大臣今麻生財務大臣が兼任してますがその金融庁的な箱になるというのがデジタル庁のようです。そして、まあ、各省庁かから定員振替といいろろやって 500人の定員を確保するわけですけれどもその中のうち100人ぐらいを民間から投用しようということになっているというわけですねそれでこの人材の面が実はこのデジタル庁で一番重要な側面になるんですねでこの100人は民間人にするって言うんですが、まあ、いい人材を確保しようということで、まあ、政府は来年4月からそのうち30人ぐらいを先行的に採用するということで 例えば行政システムのクラウドを開発とといった事業ごとに募集すするそうです、えーまあ、あの IT の人材っていうのはもうあちこちで民間でも引っ張りだこですし国内外でも競争が激しいんで、えー、年収でそこそこの報酬を出さなきゃいかんということで最大 1, 数百万円程度の給与を準備するただこの週3日以内の非常勤的なこと、えー、勤務形態とかテレワークとか え柔軟な働き方を認めましょうと、まあ、こういうふうにするとですね、まあ他に仕事を持ちながら政府のお手伝いもしなするという方々が広くえ採用できますのでいい人材が集まりやすいだろうというふうに言われています。でここはあの実はリボルビングドアという概念があります。あの日本ではですね硬直的な日本社会では役人が民間企業に行くのを天下りといって悪いことしてるみたいなことを言ってるんですが。 アメリカでは関と民を行ったり来たりするのは当たり前でありますね要するにプロフェッショナルなな社会ってそうなんですで日本はそこまだまだ開発途上国型でしてこの回転ドアリボルビングドアこれ役なんですけれども,もう皆さんもご案内かもしれませんがアメリカでは政権が変わる大統領今度変わるかどうか分かりませんけども変わるとですねもうポリティカルアポインティー、まあ、日本でいうと本省の課長クラス以上ですね民間企業というと部長以上って感じでしょうかそういう人たちがたち全部入れ替えられます。 その政権の考えを遂行する人たちを任命されるわけです。でそれ以下の クラスのの人たちが普通の公務員と言って日本,日本で言うとノンキャリア扱いなんでしょうか、ねでまあ優秀な人材は民間を行ったり来たりしてキャリアを積み重ねて自分のバリューを上げていくのが当たり前ですね。と、えー、いうことをしないとこれからは日本も国際競争に越していけるだけ,だけのいい人材をこういうデジタル庁みたいな最先端分野は確保できないということでこの日本の雇用慣行というものを改革する突破口にするということもこのデジタル庁の一つ の使命になってるんですね、えー、じゃあ,あの他の国どうなのかって言いますと、えー、例えばこのアメリカではホワイトハウスのもとにですね USDS となって「米国デジタルサービス」というのがですね政府のデジタル化に助言をするんで,す,るんですね。 でそこを率いてるののはグーグル出身の方なんですねそして採用したエンジニアには10万ドルから17万ドルと、まあ、あの日本が言ってる千数百万円よりはまあ出てるという感じで出しているようですね。でそこでの仕事の経験は民間で非常に高く評価されてくるわけですし国際的な評価も得られると、まあ、プロフェッショナルの世界プロフェッショナルの世界っていうのは要するに国境はありませんからですね例えばですねこのアメリカの連邦政府一般調達局 GSA っていうのはありますね。 そこには 18F と呼ばれる部署があるそうでしてこのアメリカの政府,機関内政府機関内への技術の導入を支援する部門なんですでここにいた人はですねああのアメリカの以外にもイギリスやオーストラリアカナダといったファイブアイズの国々の各国の政府の IT 部門を渡り歩いたりするとでそういうことをやるとファイブアイズの中で標準化が起こるわけですね情報共有のこれも非常に強みになるというわけです。まあ、日本もファイイブアイズプラスに入ったらどうだと 言われているので、まあ、こういった世界にきちっと対応できる採用形態をとっていかないといけないということなんですね。まあ、あの人材の行き来っていうのは非常に大事だということなんですが、ただ、日本はですね、えー、こう職、食を食費を変える人は低く評価されるとおかしなところがありまして、アメリカで評価さるのは履歴書にいっぱい。 書いてあることですねで私も履歴書ってものすごい書ききれないんですけれどもそういう人は日本では評価されなくて履歴書が短い人ほど評価されるとだこんなことやってるともう本当に日本は終わります、えー、まあそうういった突破口になるかどうかどですね、えー、だから日本ですと会社を辞めちゃうとですねもう次がどうなるか不安な人が多いんですが。 まあ今回はそういった勤務形態も先ほど言ったように柔軟化するということでまずはリボルビングドアに向けた一歩にしていくということになりますね。ちなみに他の国で似たような機関ですけれどもイギリスの場合は内閣直結の政府横断組織約800人が IT 部門デジタル関連組織であると言われています。シンガポールですと政府全体の職員の7%が実は IT 部門たちしですね。 約2600人いるということです。まあデンマークの場合はですね。 財務省直下のデジタル庁が人材を確保しているとですね。面白いですね。あの、えー、このデジタル庁を作ったらあのどこが強い力を持つべきかというのは財務省が持ったらいいんじゃないかって言ってる人いましたけれども、まあこれある程度私もわからないではありません。まあ、特にマツダプランっていうのを考えている人間としてはですね、えー、結構このデジタルっていうのは財務省の仕事に重要な関連性を持つんじゃないかなと思ってます。それから韓国はあ政府内のシンクタンクに民間専門家が集まっていると。まあ大体こういうふうになって ってるようですね。まあ、このデジタル庁なんですが、ただ私残念なんですが、基本方針とか、こうどこを見ても。あるいは、こういうのをつぶさに、この政府のデジタル政策っていうのを見てる方の話聞いても。一つ、すごく残念なことなんです。ブロックチェーンほとんど出てこないんですね。で、次の未来を先取りすることまでやらないと、日本はこれ遅れ取りま、戻せません。それができる唯一の突破口はブロックチェーン。もう、世界中がブロックチェーンを次々に社会実装にしている中で。ましてやですね。 こののチャンネルでもも何度も私はその脅威を主張しててるって中国がデジタル人民元をやろうとしてる中でブロックチェーンについてこのデジタル庁がどう取り組むのかっていうことが見えていないというのはこれが極めて重大な問題じゃないかなと。 いうふうに思いますブロックチェーンというと仮想通貨だと思い込んでいる人はたくさんいるんですけどもそうじゃありませんブロックチェーンは社会の仕組みに使われるものなんですね本当のデジタライゼーションというのはブロックチェーンによって真に進むわけですこの政府機関を全部ブロックチェーン化してそしてマイナンバーで個人と結びつけてそして便利でしかも国民の福祉向上につながるような政府発行トークンを出していくことによってデジタル人民元に対抗する円経済圏を作っていこうということを 企画している進めようとしている私から見るとまだまだデジタル庁はですね合格点に達していないと言わざるを得ませんで政府の中でもですねすでにデジタブロックチェーンに対する補助金の第一号と言われているのが農水省これ水産物のトレーサビリティで私の仲間が補助金獲得しましたその,中その彼が言っていたのはですねこのやっぱり政府の中で若い人たちは20代30代の人はブロックチェーンやりたい理解をしている人が多いと。 でもえー、まあこの辺をですね本当は変えなきゃいけない今の社会を動かしている年齢層の方々の頭を、えー、リ,ニューリニューアルしてもらわないといけない時代に合わせてですね。 これは何も役所だけじゃありませんあの日本の大企業もそうです。でそういうリニューアルをした人が本当にいい人材を初めて見つけられるわけでありまして今の体制の下で人材をいくら求めてみたところでですね既得権益の中からしか来ないんじゃないかなというのが これあの心ある人はみんな心配していることなんです平井先生はこれちゃんと聞いていただいているかどうかと思うんですけれども世界がどんどん、えー、ブロックチェーン革命を進めている中でこれ日本はどうしていくかということについてです、ねえー、このデジタル庁の行方は私はその観点からこれからも追いかけていきたいと思います。どううもありがとうございました